剣と魔法のログレス、いにしえの、あれ。今回の動画は、ログレスで今後やってほしいコラボを適当に考える動画。1、ドラゴンボールコラボ。ドラゴンボールといえば、悟空とクリリンとピッコロと、まあベジータ、あと何？やっぱあれだよね、チャオズ。さよなら天才みたいな感じで、うん、前段でいいと思うんだよね。前段の上位とかでさよなら天才で、普通のスキルはドドンパぐらいにしておいてもらってさ、うん、普通の攻撃は何？頭突き頭突きみたいな感じでいいのかな、うん、そんな感じでふざけてほしいんだよな。悟空は何にしようか。悟空は、うん、まあやっぱりデスペになっちゃうのかな猿のさ、上位互換みたいな感じで、うん、アストレ体力で使えるようにしてね、リミットが上がってね、うん、今799だよね。それを900とか、もう上限オーバーみたいな感じにしちゃってぶっかれちゃってみたいな、うん、そんな感じでもいいし、ピッコロさんどうしようかな。ピッコロさんは古代かな、やっぱりな。魔線香とか言ってね。いや、クリリンはね、紀元山が使えるからやっぱリーフだよね。うん、通常攻撃パンチとかでいいんじゃないですかうん、今回なんかさ、トラキチとかいたじゃないですか、イベントで。あれ可愛いなと思って、あれをクリリンに当てたいななんて思ってんだよね。ベジータどうしようか。ベジータもあれだね、デスペとかでなんか、そうだね、うーん、猿じゃなくて、うーん、何がいいかな。お馬さんあたりでリミットを上げてみたいな。悟空とベジータを持ってるとゴジータになるみたいななんかそんな感じで新しいスキルが出ちゃうみたいな。いいなぁ、そういうログレス。うん、もっとふざけてほしいなぁ。超兄貴ぐらいふざけてほしいなと思うんで、最近ちょっと真面目な感じがするよね。うん、この間なんだっけ、ワノ国だっけ、なんかわけわかんないイベントあったじゃん。あれさ、ワンピースとコラボしてほしかったよね、本当に。今ログレスの他にね、ワンピースのバンティーラッシュハマってて、うん、コラボしねえかなと素で思ったよねあと他にやってるゲームがラグナドール、うん、ちょっとログレスに近しいのかなとは思いつつも、やっぱりログレスの方が楽しいなって思ってるゲームなんだけど、声優さんの声が可愛いから、特にクラボッコ、クラボッコのボッコはボッコボコにしてやんよのボッコです、違いますみたいなね、うん、可愛いと思って、超可愛いと思って、うん、ねいいおっさんがね、うん、クラボッコ可愛いなっていうね、うん、ちょっと痛い感じだけど、まあいいんじゃないかな、うん、まあそんな感じでね、また他の動画でやりましょう。お疲れ様でした。次もね、多分ね、ネタ動画、うん、その次もね、きっとね、ネタ動画、はい、そんな感じでまたお願いします。